ポンコ今日も仕事をね、頑張るみたいです。おはようございまーす。おはようございます、先輩。いや、今日も頑張れ、ポンココンビニ。おはよう、ポンコちゃん。今日も頑張ろうね。いやー、なんかマミだっけ、名前。マミ先輩、優しい眼差しだよね、いつも顔。昔相当喧嘩したけどね、この人と。なんか、喧嘩っていうか、多分うちがこのコンビニを荒らしてしまったせいで、いろいろね、ちょっと怒られてて。覚えてるかな？コンビニを荒らしたあの女、私です。いや、あんまり朝は人来ないね、やっぱりね。ポンコちゃんのお子さん、今幼稚園生だっけ？はい、そうです。今日も元気に登校してましたよ。ってことは、もうそろそろ小学生だよね。マジか！確かに！なんだっけ？昨日だっけ？一昨日だっけ？なんか高校生とかはもう卒業式だったんだよね、確か。そうなんです。子供の成長って早いですよね。もうランドセルかと思うと嬉しくもあり、ちょっぴり寂しいです。ランドセルの写真、見せてね。あ、もうぜひ。もう私の可愛い双子ちゃん自慢をさせてもらいます。いやー早いなー。ってことはじゃあまず卒園式だよね。幼稚園生だから卒園式。うちあんまり卒園式覚えてないんだよな。卒園式なんかやったっけ？足広げて写真撮ったことしか覚えてないうちは。で、その次に小学校の入学式ってあるから、うわ、また新たな物語が始まりそうだね。楽しみだ、これは。小学生物語。うちの作詞目では初めてだよね。もちろんですよ。お、お客さん来た。お客さん来、おい、荒らすなよ！なんでだよ！え、食パンめっちゃ転がってんだけど。なんだお前。ちょっと、荒らさないでください。すみません。荒らしたんじゃなくて、ぶつかっちゃって。そうですか。じゃあ、片付けてください。この食パンたち。どうすんのお前、こんな食パン、お前。ちょっと片付けて、これ、食パン。かわいそうに。全部買ってけよ、お前、これ。すみませんでした。このパン、お願いします。片付けてないじゃん、もう。直さないの、あなた。ありがとうございました。もう二度と来ないでください。あれかな、やっぱ高校生ってなると、朝パン？朝ごはんとかを買っていくんだろうね。朝方はね、大変だ。大変だよ。もうお前、片付けろよ、マジで。食パンどうなってんだよ。ねえねえ。悪ガキって書いてあるけど。昨日発売したお菓子、僕食べたいんだ。食べればいいじゃん。売ってるかわかんないけど。でもね、僕あと10円しかないの。一緒に万引きしてみない？やめとけ！万引きやめとけ！うちの友達ね、うちのね、まとなりで万引きしたのよ、女の子。めちゃくちゃ怒られて、親まで呼ばれたんだからね。やめとけって。いいね、いいね！絶対バレない！絶対バレるのよ！監視カメラっつうものがあんだよね。ほんと、飾りじゃないのよ、涙は、みたいな感じで。飾りじゃないのよ、監視カメラも、一応。こっそり行こう。トイレに行って、袋の中に詰めよう。あんたらの年齢がお腹ふっくらしてたら、おかしいでしょ、普通に。うわ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 。来ました。悪ガキキッズ。店員さんがあっち見てる時がチャンスだね。え？また事故った。また事故った。急にあいごだよ、マジ。やめてくれ。お。買い物してるね。お使いかな？子供はよく買わなくてもお菓子だけを見に来るからね。そう、なんかお菓子コーナーに行くだけでもなんか楽しかったな、あの頃は。うん、今行くと別に。今行くと別にって感じだけど、ウエハース。今のキャラクターのウエハースを探すだけなんだけど、やっぱ昔はさ、わーってなってたよね。どうするんだ、あいつら。何すんだ。ポンコ結構見てるぞ。早く店員あっち見ないかな。結構こっち見てるね。お、今だ。うわ、やってる。これが今回の新商品ってこと？よし、トイレ行こう。あ、おしっこしたい。お、トイレ行った。
トイレに行った。やったー、これで帰るだけ。え、ポンコ気づいてないのかな、本当に万引きのこと。俺たちやればできるね。またやろうと。やんなやるな、二度と。お腹にうまいこと入れよ。パンツの中とか。おめえ、汚い。うわ、これバレろバレろ、お前ら。出てきたぞ。お、脱出成功。出れたぞ。何も買わずに行きましたね。まあ、子供はそんなもんよ。お？あれ、あの子たち。先輩、後ろ見てください。後ろ？あ、あのお菓子。うわ、子供はやっぱこういうところがね、やっぱ抜けちゃうよね。こういうところなんだよこのまま行けばさ、ワンチャンバレずに万引き成功したかもしれないのに、やっぱ子供だからこういうとこ抜けちゃうんだろうね。あ、バレちゃったじゃん。もしかしてお店のもの。通りで動きが怪しいと思ったよ。先輩、私が声かけてきます。いや、大変だ。君たち、そのお菓子お金払ってないでしょ。何やってんのお前。なんで？これは家から持ってきたものだ。最初何も持ってなかったけど。それにお姉さん、服から取り出したの窓から見てたよ。お姉さんじゃなくてババアだろ。うるせえガキ喧嘩喧嘩じゃん。ババアでもジジイでもいいけど、お金はちゃんと払いなさい。万引きは立派な犯罪です。払えないならお姉さんに渡して。お母さんを呼んで怒られるか返すか、どっちがいい？返します。やっぱこの子供にとってお母さんっていうのはやっぱ一番の天敵だよねやっぱお母さんってやっぱ一番の天敵だよね。いい子、もうこんなことしない。はい。このお菓子がどうしても欲しいならお母さんに頼んでみてね。はい。ごめんなさいでした。なんか日本語おかしくないなんか日本語おかしくない。ごめんなさいでしたってどういうことすみませんでしたでしょ、それ言うなら。何ごめんなさいでしたって、なんか日本語おかしいって。じゃあ気をつけて帰ってね。次はお金を持ってきなね。はい。えらい。じゃあバイバイ。バイバイバイ。気をつけて。引かれるなよお前ら。引かれるなよ。あ、やっぱやばいんじゃない？危ない。あ、大丈夫か、大丈夫か。あ、危ない危ない危ない。あ、危ねえ、よかった。あ、一件落着。先輩、一件落着しました。ありがとう、ポンコちゃんは本当に頼りになるね。いや、ほんといろいろ任せてください。もうお金のためなら何だって頑張りますので、よろしくお願いしますお金にならないと思うけどね、多分これは。いや、でもよかった本当に。あのぐらいの年齢ってやっぱあんまりいいもの、そう、悪いものをそんなになんかこうめちゃくちゃ悪いものだっていう風にまだわかんない年齢だから、やっぱ平気でしちゃうんだろうなっては思いますね。うん、やっぱうちの友達もたかが鉛筆キャップごときでやっぱポケットに入れてましたから。いや、あの万引きをマジで身近で目撃した時はどうしようってかなりテンパる。マジでテンパる。で、なんかうちだけちゃんとお金払ってたんだよねね、一緒に並んでる時に隣では万引きしたのに、うちだけいい子にお金払ってて、多分うちも鉛筆キャップがあったんだよね。そう、この違いと思って。別に小学生の頃そこまでお金なかったし、そこまでお金があったわけじゃないけど、ちゃんとやっぱりいい悪いはうちはね、マーポンからたくさん教わってたから、万引きだけはマジでしたことないね。いや、当たり前だけどね当たり前だけどね、しないの。はい、ということで、そんなこんな今日もね、夕方までコンビニバイトを頑張るポンコちゃんです。いや、でもほんとなんか普通の仕事につけてよかったなと思います。ということで、次回はですね、きっとリオンとレオン、そろそろね、幼稚園も卒業になると思います。
いや、次の動画は、最後の幼稚園になるか、それとももう、卒園式になるのか、はてまたぶっ飛んで、小学校入学式になるのか、いや、お楽しみに待っていてください。ということでご視聴ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。おつぽん。